さんです。あら、ドンキさんです。リーパー。よし。危ない。作戦成功。皆さん、はい、ピザ窯結構作るの YouTuber の間で流行ってません。おう。なんかいろんな人が外に作ったりとか、いろんなところにピザ窯自体を作るとか、うん、ピザ窯でピザを焼くっていうのが YouTube 全体で流行ってるじゃないですか。はい、面白いよね。うん、ピザ窯。やりたい。ピザ窯って昔全然興味なかったの。まあ、YouTuber さんの他のやつを見てると、ピザ窯面白そうじゃん。うん、で、俺らちっちゃいピザ窯やったんですよ。ちっちゃいピザ窯をゆうちゃんと二人でやったんだけど、面白かった。うん、自分たちでピザを焼くっていうのがこんな面白いんだと思って。だからこの企画をちょっと思いついたんですけど、はい、家のキッチンをピザ窯にしてみたこのキッチンを丸ごとピザ窯にして、はい、ピザを焼けちゃうんじゃないかという。焼けるような仕組みをちょっとみんなで頑張って考えて買いに行って、まあ、実際ピザ窯家のここでできるなんてそんなね想像もしないですよ。しないですよ。ただ成功したら最高ですよ。はい、うん、それをね3人で作っていきたいと思います。よっしゃーという感じでね、あの部品が本当にえげつないから見せるねはい、こちらに耐熱レンガを用意しました。おお、耐熱レンガをこの数用意して、鉄板用意して、手袋用意して、なんかそのピザ焼くやつ用意して、ここに本当にセッティングしていきます。このコンロ3つを使うっていうね。うん、え、俺こっち、え、どうぞこっち始まりますという感じで、こちらにちょっと重ねていきたいと思います。はい、この周りを耐熱レンガで固めてやるって感じですね。はい、組み立てていきましょう。よっしゃ、あの皆さん真似しないでくださいね。はい、絶対ダメですよ。それではいきます。はい、まずはこちらを引いて、耐熱材なんですけど、これをコンロの周りに置いてレンガを置けるようにします。はい、レンガも耐熱色なんで、本当にいろいろ調べてできる限りのことでやってるんで、皆さん絶対に真似しないでくださいね。ダメです。はい、という感じで引いたんで、はい、あのレンガもう早速組み立てていきましょう。はい、もういいですか。はい、おいいじゃん。おいいじゃん、ちょっといいじゃん、いいじゃん。あの後ろはここあの空気口があるので、なんだこれ、はい、なんかこの、うん、かず、かず、おなんだろう、体すぎてやべえ、これさ、美味しそうだね。早えよ何見て言ってんの。今のだけだと、レンガ見ながら美味しそうって言ってるだけだよいいじゃん、いいじゃん、いいじゃん、いける。ということで、皆さんセッティング完了です。お水します。取るとこ違うだろうな。って感じで皆さん、はい、ピザ窯完成です。イエーイ。あのピザ窯の醍醐味っていうか、まだ熱を逃がさないようにしたいっていうところ。うんうん、なのでこれなんで、まあ、熱を逃げないようになってて、で後ろの煙突みたいな部分とかも再現できてて、まあ、換気扇で吸ってくれると。はい、ただなんとなく熱はこもるようにできてます。で蓋はちゃんとできたんで、うん、あとこの鉄板を買ってきたんで、やべー、これをここに置いて、うわ、ぴったしやな。ぴったしじゃん。はい。で、こっちのコンロの火で温めてピザを作りたいと思います。はいはい、スリーゾーンファイヤーだ。え、できちゃうじゃん。できるよ、スリーゾーンファイヤーね。なんなんマジ、何そのスリーゾーンファイヤーって。なんかあのバーベキューとかでよく言うさ、うん、強火、中火、弱火みたいなのを一気に足しちゃったやつね。さあ、いろいろ具材用意したんで、はい、3人でお好みのピザで作っていきます。イエイ。家 でピザ生地は前よりちょっとあれなんですけど、あの、もう出来上がってるのあるんで、ここにトッピングしていく形で。はい、なんで具材のカットから入ります。どうしましょう。具材紹介、ピザソース2個、プチトマト、モッツァレラ、パプリカ2個とバジル、あとサラミ2つとソーセージ、チーズ、ピザのほか、ピザが4枚ですね。はい、これを使って作っていきましょう。まず野菜とかのカットですね。それじゃあ切っていきます。切っていきましょう。まずパプリカ2つ、なるべく薄めでいきましょう。おすすめ？誰がおすすめって今言うの？いや、もううまいよ、お腹すいた。もう始まる前からそれしか言わないじゃん。え、食べてなくない？お腹すいた、食べてない。あ、ごめん、俺ペヤング大盛り食っちゃった。うわぁ、えげつねえ人いた。あ、俺もカレーラーメン食べた。食ったんかい。サラミも切っていきます。サラミまんまのがピザっぽいけどね。じゃあまんまにします。まんまかい。え、ちょっとここら辺でさ、最強のピザ決定戦やらない？具材が少なすぎてそんなことしない余裕ありません。確かに。という感じで1回に焼ける枚数が2枚ずつぐらいなんで、うん、やるちゃんとディーパスに作ってもらって、僕がどっちがうまいかジャッジしたいと思います。お、見た目が一番大事です。はい、もう具材一緒なんで、これ盛り付け勝負でございます。盛り付け勝負。はい、じゃあ
それでは2人で作っていただきましょう。はい、チーズもありますからね。やったー、兄弟か僕はね、もともとね、ピザ屋さんでアルバイトしてたんで、配達でしょ。そうなの関係ないでしょ、それ全然関係ない。よし。え、あのね、めっちゃ楽しい作ってんの。いや、楽しいもん、楽しい。行けちゃいます。でも焼くとこまで行きましょう。よっしゃー。私たちのすごいところは、はい、ピザをほとんど作ったことも知らないのに、はい、ほぼ何も調べずに作ろうとしてるところです。はい、ピザ窯が何かも知らずに作ってるよ、俺ら二人が作ってるんだ。ピザを置いていきます。これが僕この時点でもう勝ちを確信してるんですよ。なぜかというと、はい、リパさんちょっと盛り付け高いですよね。このタイプのピザ窯はじわ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 、なるほどね、下からじわじわ焼くタイプなんで。お、出てくる負けるかもしれない発言してるよ。いや、それはないです。おお、僕のピザにはしっかりとしたコクがあります。それはなぜかというとお肉が入っています。おお、なるほど。いや、僕これに関しては論破できるんですよ。キョンさん聞いてください。論破されると困るんです。キョンさん何でしょうか。聞いてください。はい、何でしょうか。僕過去にピザ屋でバイトしてたって言いましたよね、うん、はい、その時に食べちゃうじゃない。はい、罪悪感が半端ないです。なるほど、もう焼いていいですか。はい。それでは耐熱グローブを持ってしっかりと焼いていきたいと思います。それじゃあ入れていきます。お願いします。ピザ屋さんみたいじゃないこれ。ピザ屋さんかわいい、ね、それ持ってんの。全体的に弱火にして危険のないようにやっていきたいと思います。はい、じゃあ火かけます。はい、弱火で熱をじっくりじっくり入れていきましょう。すげえなこれ。じゃあお願いします。はい、はい、じゃあおやすみなさい。家でピザ窯やっとるよ。美味しくできてね。うわ楽しそう。あー、あったかい。やばいですね。じゃあこのまま様子を見ていきましょう。あの本当に僕ら素人すぎるんで5分ずつ様子を見ていきましょう。はい、わかりました。はい、おお、すげえ、いけそうな気がする。熱がこもってるよ。そう、家でできちゃうのか。え、できたらすごいね。うわ、すごいな、でも熱が。皆さん、超いい感じに熱があります。これで全体に火が多分通ると思う。ああ、すごい、あったか。画期的。全然さっきより高いつか熱いよ、もう。え、すごいんだけど。お、いい匂いする。グツグツ言ってるし。いい匂いしますよ。お、すごい、もういいんじゃないこれ。結構なんですけど、なんかちょっと軽くお見せするんですけど、両方ともグツグツしてるの分かります。いい感じでチーズも色ついてるし。それでは皆さん、ほぼ出来上がったんで、みんなで開けていきたいと思います。イエーイ。いくよ。はいよ、せーの、はい、どっこいっしょ。うわ、いいじゃん。それじゃあピザ出していきます。はーい。耐熱袋じゃなくてね、やけどするとこですよ。すげー。はい、来ました。おー、出来上がりー。すごい。みんな見て、チーズに焦げ目がついてるの、ちゃんと。ほんまや。ほら、見て見て。だからちゃんと焼けてる証拠なの。いいじゃない、ピザ。いい感じ。いい感じっていう感じでできたんで、食べましょう。はい。え、僕食べちゃいますよ、キョンタンから。いいですか。はい。まずね、トッピングセンスなんですけど、うん、トッピングは2人でもいい。おお。同点。同点だね、今のところは。いや、もう同点で。みんな普通食べましょうよ、それおい、うん、もうみんな食べ。幸せ、うん、じゃあまずね、得点の方ですよ。はい。じゃあトッピングね、うん、炒めにちゃんといきましょう。はい。あのね、火の通る場所がちょっとね、ディーパスのやつ当たらなさそうな位置になっちゃったから。ほら、チーズが焦げてないんですよ。だからこれ平等にはできないのね。なるほど。火の通り方は平等には数えられない。どうですか。すげえとろけてる。うん、うまっ。うまい。100点。うおお、もう超えられないじゃん。肉にね、しっかり火を。100点。やあ、ドローでした。家でピザ窯大成功。イエーイ。あのね、うん、はい、見事に焼けとりますわ。そう、うん、ちょっとお見せするんですけど、ちゃんと上にも火が通ってて、焦げ目がついてて、でなんかお肉とかにもちょうど火が通ってて、うん、でも全然焼きすぎじゃない感じが最高に美味しいです。なるほど。家でピザ窯が作れちゃうことが分かったよ。はい。真似しないでください。そうです。真似しないでください。ほんとダメ。いや、頑張りましたよ。うん、頑張った。買うところも大変だったし、これも、うん、あ、そうね、運んでくるのも、うん、これ見事この3人の力でございます。はい、協力していただいたディッパさん、やるちゃんのおかげでございます。ありがとうございます。ということで、
という感じで、はい、ディーバーザイブちゃんのチャンネルは概要欄に貼っておきます。ぜひ皆さん飛んでみてください。よろしくお願いします。あ、美味しい。食べよう、うん、食べましょう食べましょう。という感じでという感じでという感じでどうもあ、ご視聴ありがとうございます。見た人みんなが全力で楽しめるかい。